Maybe I never knew what I really wanted. キャン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 じゃないですか。なんかすごい中華ですね。お、これだ。But nothing makes sense anymore。さあ、アンドサーナ東北支部リポーターの牧田優香です。はい。そして今日も一緒に旅をしてくれる。はい、遠藤しおりです。よろしくお願いします。お願いします。今回もサウナビレッジ白川のプロジェクトで白川の周りを巡り巡っているんですけども、はいはい。今日は。白川市の東っていうエリアに来ました、うん、そもそも東村っていう村で、うん、で、平成の大合併だったかな、なんかのめちゃめちゃ合併するときに、はいはい、白川市と合併して東っていうエリアになったはずなの確か、うん、だから私結構白川市の街中、お、何？ここだ。ここね。うん。オッケーオッケー。ごめんね、急に。いいよ。ありがとうね。ここ曲がるみたいです。了解です、ね。そうそう。だから私の住んでるエリアよりはちょっと離れてるから、うんうん、あんまり来る機会がないんだけども、うん、ほいほい。でも今日行くところは、うん、本当に白川の市民、うん、結構みんな行ってる。何で？ところ。ああ、温泉温泉。ああ、なるほどね。そう。なんか昔から知ってるじゃん私も。あ、その温泉を。そうそうそう、なんか結構じいちゃんおばあちゃんとかと一緒に行ったりとか、はいはい、まあそこにいいサウナがあるらしいので、はいはい、ただいま向かってますけど、いや楽しみですね。うんね。あ、急に着いた。これじゃない？あ、この辺見覚えある私。本当？うん、着きました。おー、着いた。なんか思った以上に大きいんだが。そうね。さあさあ着きました。はいはい、狐内温泉。おー、でかい看板がある。ほんとだーね。やっぱ狐がいっぱい書いてあるね。うんうん、コンコンですね。コン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 。着いた？着いたよ。大丈夫？着いた？いや行ってみようみたいな。ね、よし、じゃあ行ってきます。行ってきます。コン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 。ツルツルになってきて、よくり、うん、ね、すごいわやっぱ、うん、代謝上がるしね、うん、いいよ。Step on our feet。強いぞこれは。強いね。強すぎ。
横長ですね、サウナストーンね。わあ、どんぐらいだろう、ざっと12畳は、うん、入れそうですね。ね、でも入り口からここの熱全然変わんないよ。うん、サウナストーブの熱が全然暑さが変わんない。それだけ循環してるというかね。パワフルなね。90ちょいかね、そのぐらいありますね。95度弱ぐらいはあるよ、うん、ってことは、うん、あっちで90度でしょ、うん、もうちょっと暑いんですか、ね、かもしんない ね。もうちょっとだって熱が低いから、うん、ここあの女性用サウナなんだよね。はい、なんか女性用のサウナってさ、うん、ちょっと例えばミストサウナだったり、ちょっと温度低めのさ、うん、だったりするじゃん、うん、いいよね。こんなに広さもあって、うん、こんだけパンチもあって、わかる、嬉しいでしょ。嬉しいです、ね、サウナ用やっぱりあの厚めが好きなんですよ、うん、そしてどっちかっていうとあのカラッとしてるのが好きで、うん、あぴったりじゃん。じゃん、そう、大好きですね。ちょっとカラッとめだし、うんうん、めっちゃ告発や。一等席だ、うん、一等賞だからきっとサウナ通の人は、うん、ここをめちゃめちゃ来てる人は多分一番奥に行く方が多そう、うん、めがけてくるかもしれないね、うん、やった主スペースかもしれない、うん、そうしたらいいね。あのキツネといえば、うん、私あの北海道日本ファイターズって球団大好きなんだけど、はい、のね、あのキツネダンスっていうのがあって、うんうん、その曲の名前が英語で、うん、What does the fox say ってキツネってなんて鳴くのっていう曲名なんだけど、うんうんうん、なんて鳴くと思うキツネって。なんか一般的にコンコンって言われてるじゃないですか。あ、そうね。でもそれじゃないと思うんですよ、私。どっちかっていうとなんかこう、うん、ミャーみたいな猫ミャーとか、うん、なんかそんな感じな気がする。なんかギャーみたいな感じ、ギャーみたいな、ギャー。多分、なんでかっていうと、うん、あのうちの実家が山なんですよ。うんうん、でこれは多分キツネの声だろうなっていう声に対して、うん、ジージーとバーバーが、うん、これはキツネだなって言ってるんで、それがギャーみたいな感じですよ。だから多分そうなんじゃないかなって思います。間違いないね。じゃあ、そう。だってもうジージーとバーバーの、そうですよ。立証済み。そうですよ。わお。日ハムのね、はい、このキツネダンスは、うん、この What that's a fox says だってリン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 とか、あとチャ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 みたいな、はい、ハヒハヒハヒホハヒハヒハヒホとか。そこはですね、やっぱ、うん、キャン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 じゃないですか。あったかな、キャン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 じゃない、キャン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 って違う気がするけど、キャン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 ザフォークセイ、フォークセイか、うん、リン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 どういったらいいんですか。ザフォークセイ、チャ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 、あれ知らない人いるんですか、このキツネダンスと。ちょっと見たことありますけど、うん、これ全国民が踊れるもんだと思ってた。本当ですか。違うんだ。そうなんです。呼んでる。私たちのことを。
ちゃいいね。ね、ちょうどいい気温だね。あ、うん、最高。よいしょ、最高すぎますよこれは。ね、これ絶対寝ちゃうよ。星が見えるよ、だってこっから、うん、だってこんな星見てさ、うん、大記憶しちゃってさ、寝ちゃいますよこれ。今日はこのまま寝るか。寝れる、ちゃうぞ。ね、よいしょ、よいしょ。これもう 寝る体験に恋しすぎた。あら、懐かしい。ね、最高すぎる。やばい、寝れる。これからの時期、あのどんどんね、寒くなってくると思うんだけど、うんうん、そういう時期こそ、この外気浴って、うん、めちゃめちゃ気持ちいいと思うんだよね。おー、なるほど、うん、なんかやっぱりこう、熱々になってくるわけじゃん、うん、なんか寒い時ほど、うんうん、気持ちいい気がする。全然寒くないし、まあ、冬にこれで外いても、うんうんうん、だからあのこの寒くなってくる時期こそ、うん、外気浴めっちゃおすすめです。じゃこれからまたこうサウナの時期がやってくるというかね、そう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 、楽しめる時期が、そう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 、まあ、夏の外気浴もいいけどね、うん、寒い時こそ、うん、あのビビらずにやっぱりどんどん体を冷ましていくうちになんかふーって空飛んでいく気がするから、抜けてますよねちょっとね。そう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 、気持ちよすぎて抜けてますよ、この辺からね、ふーって冬の外気浴なんかはめっちゃ、うん、私は好き。それこそもう福島で外気浴してもらったら雪景色しっかり見れますよみたいな。雪の真ん中でさ、あの外気浴とかもめっちゃ最高ですよ。サウナの後は茶飯のお時間です。イエーイ、イエーイ。今日は今日はそう、今日はなんとこちら、はい、じゃん、とんかつ定食。てかめちゃめちゃでかいですけどね、すごい。まあ、なんといっても嬉しいのがやっぱりあのこの施設の中で食べれるっていう、これも嬉しいポイント。なんか噂で聞いたんですが、うん、このお肉がなんかこうミルフィーユ状になってるらしいですよ。へえ、料理長。そうですね、代理でございます。何でも聞いてください。じゃあこのお肉のこだわりポイントはどこですか？はい、そうですね、うん、やはり先ほど、言わせていただいたミルフィーユ状にするということで、うん、歯切れが良いというか柔らかいお肉にできるっていうのもポイントですし、まあ、やっぱりこう柔らかいことによって、うん、まあ、あのいろんな方食べられる、お子さんだったりね、年配の方だったりとかがこう食べられるかなっていう、うん、こう地域の皆さんに楽しんでいただけるような一品となっております。はい、さあ食べよう。あ、本当だ、サクサク。え、ミルフィーユじゃん。ミルフィーユ、おお、すごい。いただきます。うん、めっちゃ柔らかいよ。ではこの、うーん、言いなくて、うん、いい、サクって、うん、美味しい。わ、すごい、本当に詰まってる。見てくださいこれ、うん、じゃあ見たん、はい、見たんちゃうんかい。ベビーよ。いただきます。お、これだ、うまった。このもう噛んだか噛んでないか分からないぐらいのパッてすぐ、うん、噛み切れましたよ。すごいね、うん、私もびっくりした。いや、これ美味しいわ。美味しいね、うん、みんなに愛されるわこれは、うん、うん、いやこれは贅沢ですね。うん、うん、ね。でね、今回のお肉さ、はい、白川高原清流豚、はいはい、もう地元でも本当有名なのよ、うん、やっぱり美味しいお肉。白川高原清流豚ってどうやって鳴くと思う、うん、普通の豚はまずどうやって鳴くんだろう、はい、普通の豚は多分、うん、で鳴くと思うんですよ、うん、うまい、うん、結構うまくない。豚がいたでしょ、うん、で、うん、その白川高原清流豚は、うん、みたいな高貴な鳴き方。そう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 、あ、そう、うまくない？うまい。これ思ったんですけど、ゆっちさんめっちゃ大変ですね。チャンネル登録
整え、佐久間くん。サウナをこよなく愛するのんびり屋のクマ、佐久間くん。砂丘という星でちょっと個性的な家族と一緒に住んでいる。一家に訪れる大抵の難しいことはいつもサウナが解決してくれるのだ。 YouTube の&サウナチャンネルにて配信中。見てねー。